まあ、ミラネザに限らずですけども、大和田の森宿を担当しています。地域づくりは何でもよかったです。で、その一つがこの今日はさせていただいた海流場ということで、役場の方からするとですね、なぜこういうことをやるのかというお話をしていただきたいと思います。はい、ここに書いてるんですけど、海流場の取り組みについてはですね、地域の住民の方々がですね、介護予防につながる活動を週1回以上取り組む場所ということになっております。で、介護予防につながる活動って具体的にどんなのかって言いますとですね、本当に参加者が楽しむようなことで大丈夫なので、まあ、町として今お勧めしているのが生き生き100歳体操で、他にですね、別にここに単純に集まっておしゃべりでも大丈夫です。で、レクレーションとかでも大丈夫です。あんまりそんな難しくその難波セランというのではなくてですね、まずここの場所に皆さんが出てきてもらって集まってもらう、それだけでですね、引きこもり防止とかそういった部分もあってですね、介護予防の活動になるということになっておりますので、まあ、そういった部分で、まあ、何でも集まってやれば何でも大丈夫という形でですね、考えとってもらえばいいかなと思います。地域で作る介護予防ということですね、説明をさせていただきますが、今の会長の説明にありましたようにですね、介護予防の介護予防ということで、介護状態にならないようにするためには、どういったことが必要なのかなということでですね、ルール改定ございますけれども、まあ、定期的ですから毎週1回集まってですね、そしてここでいろんな市民の活動でありますとか、体操でありますとか、それぞれのですね、募りの場というのをですね、ぜひ設定していただきたいということが書いてございます。足腰が痛いけん家で寝とったかよか場合とかですね、冬は脚立の前にとった方がよかとか、それから足腰が弱なってからこけるといかんけん外出するのは怖いとかですね、明日もやら時代に興味とった方が楽でよか場合とかいう、いわゆる夜泣き病というのがですね、出てきている方もいらっしゃいます。気がつくと歩くことが不安になったり、関節やら足腰が痛くなったり、昔できていたことができなくなったとかですね、それからこけて骨は折らしたたいとか、やる気があんまり起こらんとかで閉じこもりになって認知症が忍び寄ってきます。そうすると病院の入院とかですね、介護保険の申請とか、つまり財布からお金がどんどん出費に逃げていくことにもなりかねませんねということになりますが、ここで提案がですね、地域100歳体操というのを皆さんで取り組んでみませんかという提案になります。今後来週から水曜日100歳体操ぜひ率先してきてください。はい、皆さんお誘いの上これはだからね、一緒
緒にできないんだよ。カラオケもあるそうです。カラオケ道具あるの、ね、はい、前の南高校向こうにあるのよ、はい、俺持って行っとくから普通もこっちも行っとくから普通にもいいよ。カラオケとかでもいいですので、なんかできるだけ皆さん集ってですね。あの今日はいかがでしたか、説明会は。よかったです。よかったです。まあ来週から来ますか。大丈夫です。もう来週から水曜日の2時からですね。だけどこれ期待的にはいいと思うんですよね。会長がいいですね。なんか回覧板かなんかで回さすと、いや、もう回らんけんですね。来週からもう始めるっていうあれだったら、もう水曜日の2時からいつもあると思うんですよ。じゃあ、隣近辺はこういう形に。はい、はい、はい、分かりました。よろしくお願いします。初めて南沢初めてのですね、集いのお話ということで、どうですかね、毎週水曜日の2時からということですけど、毎週2時から結構です。はい、できるだけですね、多くの方に参加いただいて、ね、はい、今日が初めてだったもん、はいはいですね、まあ、徐々にもね、まあ、体操に限らずですね、何でもいいと思いますので、はい、こちらもです、はい、まあ、よろしくお願いします。こちらこそお世話になります。4月から取材に参りということで、はい、お疲れございます。よろしく、かよりの場の、説明会ということですが、はい、今後、毎週水曜日の2時からですかね。一応、はい、出発はそういうのを、はい、やってみました。取材さんも一緒に参加させていただける、はい、そうしたいと思います、はい、で、ま、どんどんですね、だんだん広がっていけばいいと思いますので、そこは地域を持っていきます。地域の方もですね、そうですね、自分のためだと思ってそう思っております、はい、ぜひよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。ります。はい、熊本の公式健康アプリが登場。毎日歩いてポイントゲット、貯めて豪華商品サービスを当てよう。もっとポイントを獲得しよう。ウォーキングやイベントをクリアしポイントを獲得しよう。さらにランクアップで得点が豪華になる。今すぐダウンロード。